超ギリやない。いつだよな。大丈夫。始まってるのこれ。始まってるのか。始まってるのこれ。誰も。いや、25人。そっか、これってコメントだけか。ちょっと爪切っとこう。人が集まってから喋る。その前まで爪切ろ。爪を切る。俺は爪を切るぜ。爪を切って爪を切って。はい、あ、少々お待ちください。すみません、全然ありがとうございます。インスタライブしてました。よろしくお願いします。あ、もうね、あ、そろそろ喋ろうかな。こんばんはじゃない、こんにちは、向井です。本当にコメントを覚えない、突然の通知失礼いたしました。 G 高こと向井浩二です。さあ始まりましたけれども、これコメントが動かないの、俺のやつでもちょっと流しておく。ちょっと待ってね、本当にゲリラだってこれ。おらこれでいこう。すか、マネの携帯でコメント見ればいいんだな。これ借りるね、ちょっとね。はい、ゲリラで始まりました、向井浩二くんのインスタライブ。元気ですか皆さん。なんだ、今は私向井はですね、森の宮ペロティーホールにいますの楽屋です。楽屋にいるんですけども、まあいきなりだいたいね、宣伝してからインスタライブするんやけど、今日はちょっとほんと15分ぐらい喋ってから聞こうかなということで、今朗読劇ね、ハロルドとモードっていう、黒柳徹子さん主演の朗読劇に出演させていただいてるんですけども、まあ、東京公演が今日14でしょ、だから12に終わった、ね、12に終わって、で1日空いて今日ですね、今日大阪初日でございますということで、なあ大阪だからちょっとインスタライブしようかな思ってしてるわけですけど、そう舞台です。見に来てくれた方も、まあ見に来れなかった方もたくさんいると思うんですけど、毎日一生懸命やってるからね、なんかまたこういうね作品とか出れるかもしれへんから、お待ちくださいって感じですね。今日もね、徹子さんとも喋りまして、なんかある、逆に別に喋ること決めてないからコメント拾っていくことにしようか。そうしよう、なんか今日はそういう回にしよう。まだ少ない可能性を信じて頑張ってます。そうか、なんかそのチケットキャンセル待ちとかで取れたりするのかな。ぜひそれはゲットできたらいいなというふうに。コメントが早い、ちょっとマネにも協力してもらっていいコメントを拾ってもらいます。今日はオトゥルではございません。今日はハロルドの担当はイトゥーです。イトゥーが担当しております。ある、なんか、ああね、それはいいよね。まあとりあえずさ、前DD のさ1億 YouTube の1億再生
ありがとうございます。9人でも全員で動画撮ったんだけど、え、コウジめっちゃ目黒くんに見える、マジで。こうやってけ、どれ、どの感じがメメに見えるんだよ。嬉しいけどね。あ、実家帰ったのってね、その話する。実は昨日だけ帰っておりまして、実家に久しぶりに、もう、まあ、当分も帰れんけど、まあ1日だけやけど、これも終わったら帰っちゃうから、実家に帰りまして、すごいよ、実家のパワーって。何やろ、あ、でも今日だから、この森の宮ピロティホールも電車で来たんよ。俺電車や、久しぶりに乗った電車、マジで久しぶり。大阪の電車久しぶりに乗った、マジで久しぶりに乗った。もうそわそわしたもんね、満員やからさ、なんかキュッキュッで間に合うかな思いながら、じゃあさ声かけられるよ、ファンの子にね。じゃあ電車の中で声かけられるからさ、その後めっちゃ気まずくなるやつ、はっ、誰やねんあいつみたいな、降りてからやで、お願いやで、恥ずかしいやんか。でもありがとうな、声かけてくれて。電車乗ったよ、やばない、マジで。なん？だから携帯でさピッてやるじゃない、今いけるんか、ドキドキやった、マジで。で実家の、まあ、昨日家でしゃぶしゃぶしたんやけど、まあお世話になってる精肉屋さんがあんのよ。うん、もう久しぶりに行ったらさ、もうおばちゃんたちがさ、店員さんな、おぉ、こうちゃん久しぶりやみたいな、こうちゃん久しぶりやみたいな、なんかもうお客さんの接客せずに俺とずっと喋ってる、めちゃめちゃ可愛い。でそのとこ、そこにね90歳のおばあちゃんがいいんだけど、90歳のおばあちゃんもずーっと元気でね、久しぶりにそのコロッケとかをあげてくれてるんだけど、そのおばあちゃん元気もらった、実家奈良を満喫してきましたって話ですね。うん、どう、ちょっと自分の話しすぎた、コメント拾うんだ俺は。マッサマンだと息子が喜んでます。マッサマンです、マッサマンですけど、まあ、マッサマンも次なんか予告流れてたかな、いつやっけね、多分予告流れてたはずなんよ。ぜひそれも楽しみに。マッサマンは本当に勝ち気でいるから、毎日もうそろそろ勝って終わりたいから。うん、アホなんがちょっと、アホじゃないのよ、あそこに立つと緊張するのよ。マジでもう勝つから応援してほしいなと思います。今日土曜日、あ、10月の14日、19時から21時の今日です。今日芸能人本気で考えるドッキリグランプリ、やすこさん VS マッサマン、これや、これぜひ見てほしい。勝つのかマッサマン、テレビの前の応援よろしくお願いします。指さした、ごめん。さあ今日運動会やって、もうそういう時期やね、暑い、寒いんちゃう、今日めっちゃ寒かった、風邪ひかんように。ちょっと電波悪いらしいで、電波悪い、電波やばい、電波やばいよね、わかる、電波やばい、やばいと思ってる、マジでごめんな、頭皮が近い、 Yes, I do。 電波悪いの、もうほんとゲリラだから許してください。バイトの休憩中です、バイトお疲れ様です。バイトの休憩中って何分あるんだやろ、15分ぐらいじゃん、だからマジで30分、そんな休憩やろ、いやそんなっていうか失礼か、ずっとやってるのが30分やから、その30分の私のインスタライブに使うっていうのは、もう君センスあるね、ありがとうございます。なんか歌ってって、お前黒髪にしました、僕舞台でね、はい、舞台で黒髪にしました。え、今カラオケで鑑賞会してるらしいで、カラオケで、え、インスタの鑑賞会、 DVD の鑑賞会から、なんやろ、恥ずかしいやんけ。今電波 OK か、ありがとうございます。受験勉強の応援よろしくお願いします。
そうですね、受験勉強は、勉強はもう若いうちにやるのがミソですからね。今はちょっと辛いと思う、いや辛いというか楽しいと思いながらやる人もやっぱおるから、俺はちょっと苦手やったから、で勉強は裏切りませんから、頑張って頑張って頑張って休憩も楽しんでいただいて、今は勉強休憩していいよ、俺がインスタライブしてるから。今から資格の勉強する、何の資格やろ、頑張ってよ浩二くん。はい、鍋ごとお昼ご飯食べてます、こういうやつね、いいよね、洗い物が少なくなって。どんどんコメント読んじゃう、コメントどんどん読んじゃう。火曜日からテストなのか、火曜日テスト、じゃああと日月2日勉強できる、最高やんか、ありがとうございます。猫に引っかかっ、猫に引っかかれてるやん、どういうこと、あこれな、これはそういうデザインや、あ見て、田川さん、徹子さんのさ、あの田川さんエリア近くにいらっしゃる、 YouTube でも出てる田川さんからバッチいただいた、可愛くない、さっきもらってつけちゃった、あれゴルフバッチ、あこれはあれだよ、アーカイブとか、アーカイブとか残さへんから、あの今だけ楽しんでね。ゲストに徹子さんも登場ですか、したいよね、楽屋突撃しに行く、今日もさサウンドチェック、舞台で歌うからさサウンドチェックしてたけど、なんか普段大阪やから全員おって、あの徹子さんもな、ギターをな俺が弾いてたらな、一緒にセッションしてくれて、めっちゃいい時間やった、なんかそれだけで泣きそうになった。でもいろんな方がさやっぱ来てくれてさ、ほんと嬉しいのよね。え聞いて、伊藤伊藤がさ、伊藤がさ、マネの伊藤がさ、あのインスタライブするから三脚をな買ってきますって言ってきて、買ってきて、さっきの三脚ある、三脚をさ、やっぱ三脚ないとさこう高さがあるやん、でなんか音声も聞こえんようになるやん、それで三脚をこうたのさ、これあるよ、100円のやつやろ、いやこれ買ってきましたっつって、こう使うやん、こうやってな、こうやってこうつける、いいやこれはつけて、これってさ、まあ、こう携帯がこうやって横向きにつけるわけさ、縦にできひんかなと思って、やったら縦にできひんわけ、わかる、縦にできひんから、じゃなんか例えばこれが携帯だとしよう、携帯でこういうことや、横やん、これこうしたいやん、インスタライブってこうしたいわけ、だから何もできんから横向きやん、だからこうやってやるの、こうやってインスタライブする、無理やん、こんなどうやってインスタライブするんだ、コメントもこうやって読むのみたいなことになるから、もう一回買ってきてくれてるな、で今これが今めちゃめちゃいいスタンドです、今後も使えるから、コメント読むよ、ごめんコメント読んでいくよ、インフルで寝込んでる、インフルエンザ今流行ってるらしいから、まあ、マスクもねちゃんとして、手洗いうがい、マジ手洗いうがいが一番大事ね、だからまああんまり気を抜かず、だから治ってもちゃんとねやってね、とりあえず今は休んでくださいっていうことですよ。今来た浩二君、ヤッホーヤッホー、待って月曜日親知らず抜きます、親知らず痛いよな、俺も今めちゃめちゃ親知らず痛いよ、生えてる、生えてない、俺今4本生えてんの、親知らず4本、わかる？かか、あ？こっこった。かかった。上。でもめちゃめちゃ綺麗に生えてるから抜いてないわけさ。で、親知らずを抜いてないねんけど、たまに痛くなるの、歯茎が。だから東京公演の千秋楽めちゃくちゃ痛かった。もう口で開けるだけで痛い。あら、舞台のおしゃれなメロディーが流れてきましたけど、もう45分前です。もうちょっとだけよね、終わろうか、開演45分前開場いたします、開演45分前開場いたします、45分前です、よろしくお願いします、よろしくお願いします、あの舞台の監督さんで、ね、舞台監督さんいつもお世話になってます。ジーコの方が可愛い、そりゃそうや、俺の方が可愛い、今日の差し入れは何、今日の僕の差し入れは実家の近くのわらび餅、美味しいんです、結構お世話になってるわらび餅屋さんでね、40個
唇プルプル、何塗ってんの、うん、これ何塗ってんだろう。真面目に言えばリップやね。真面目に言えばこれ、こうやってこうやってやるやつ。アーカイブ残さないからスクショタイム してみる。動脈ピース入ってます。じゃあちょっと動脈ピースを軽くしてみるか。質問オフにします。あ、コメントオフにします。テンポよく動脈ピース。ちょっとこっちもない、自由です。動脈ピースこうでもいいし、こうでもいいし、これじゃなくてこう、こう、メメがさ、 BTS さんのテテイさんにさ、動脈ピースやってくれてたな。めちゃめちゃ嬉しくない？ありがとうメメ。動脈ピース拍手取れたね。スクショタイム、コメントちょっと、あとマジでじゃあ20分まででしょ。動脈、めめめがゴルフの計画立てている。え、マジで？全然俺さ、なんか経験者はダメって言われたわこの前。確かにダメなの。コメントこと指でやらないと下に行かないんだね。そうなんです。7万人、7万人ってすごくない？このお時間にさ、7万人の皆さんにスーを差し上げます。喉のケアなんかしてますか？僕は意外にしません。もう水を飲むだけ。本番前にさ、ショッピーが言ってたけど、意外に喉飴とかハミチミスとか飲まない方がいいんだよ、うん、で終わってからケアするっていうのが、ん、手洗いとうがいどっちが好き？どっちも好き。どっちもやらないと。来年もコージ君のハローロードが見たい。そう、ハローロード俺も来年もやりたい。俺ずっとハローロードやりたい。今なんか終わるのがめっちゃ寂しい。共演者の皆さんもめっちゃ寂しい。戸田さんとか最高。今日もずっとストレッチしてた舞台上で。マジで戸田さんかっこいい。お母さん役で出てんですけど、めちゃめちゃかっこいい。あとじんちゃんもね、片桐さん超面白いしな。一慶さんも面白い。なんかすごい毎日サウンドチェック前に絶対肩にコーヒー持ってステージを着はる。徹子さんもめちゃもちろん可愛いし。あ、ふっかさんドラマ決まりましたね。ありがとうございます。俺がラジオで匂わせさんがやっと解禁になりましたね。ふっかさん本番前って緊張してる？めちゃめちゃ緊張する。毎日緊張する。だからこれを見てなんかすごい感動を与えれたらいいなっていうふうに思うんで、うん、もう大阪にいるよ。見に行きたかったよな。わかる。俺ももっと全員に見てもらえるようになんか頑張ります。あと桜井さん、桜井さんは演技が素晴らしいよね。あとはなんか意外にこう、せなんていうの、すごい凛としてるようで意外に面白い方だよね、うん、個性のある。おはようございますのキーがめっちゃ合うよね。普通だおはようございますとかスタッフさんに向かって、ひなちゃんはおはようございます、どこのキーでおはようございます言うてんねんって言うね。すいません、これは悪口じゃない、これはなんていうの、 愛のあるいじりですから、はい、っていうみんながワイワイとやらっていただいてますので、はい、今日もハロルドとモード2時から14時から共演者キャストスタッフさんとともとも頑張りたいなと思いますので、よろしくお願いします。コメント出てるぐらいで。でもまあ徹子さんからアメちゃんもらった？アメちゃんね、今ないらしい。でもこの前あの東京の選手力にマフラーいただいて、オレンジ色のマフラーめっちゃ可愛い。頑張る。だから歴代ハロルドもさ、生田くんから勝利やらリュースやらすごい来てくれてアドバイスもいただいて、それをまあなんていうの、聞きながら頑張りますから今日。これ台本です、台本です。その台本にね、俺はね中は見せないけどね、セリフだからちゃんと書いてんの、ね、いろいろ見てよ。この感じ可愛くない？俺のメモ、アクション感ね、いろいろ書いてるんだよね。ぜひ終わるか、もうラスト。じゃあ5個読む。サービス精神豊富、うん、杏仁豆腐。笑ってよ。
君は笑わないとさ。あ、そうや、あのさ、俺素の日常でさ、ブログでね、あのやってるんですけど、あのメイク動画を上げるって言って全然上げてないんだけど、撮ったんよ、撮ったんやけど意外に喋ってて、あれ5分以内だね動画だから、もう一回撮り直すわ。5分で終わる動画もう一回ノー編集でやるから、まあ、ちょっと楽しみにしておいてほしいなというふうに思います。そろそろ会いたいね。大丈夫です、僕たちも会いたいと思っておりますのでね、頑張ります。全然終わらんやんけと思ってるやろ、全然終われへん、これ。どうする、頑張ってね。公演前に元気だね。そこらはだからインスタライブという名の喉の発声や。ほーほーほー、喉のケアで、これさ、もうちょっとやったら8万人来そうや。この時間で7万7000ってすごくない？ライブできるよ。今気づきました。おかえりなさい。でももう終わります。コウジ君のその1、メイク濃いな青いよ。ということで、メイクね、またメイク動画出しますんで。はい。どうやって終わればいいんこれ。俺そろそろ着替えなあかん。着替えてから終わる。着替えてハロルドになってから終わる。どうそれ。8万人行くまで終わりません。ででんてんででん、おでんでんででん、熱っ、ジェシーみたいな。そろそろ行ってきます。そろそろやめてって。そうだよな、スタッフさんとかいろいろ求まないといけないよね。この前髪が命です。ハロルドは19歳の役なんで。部活が終わって今気づきました。そりゃすごいね。一時はさ、ごめんね、アーカイブ残らないのね。だからもっとやりたい、俺はもっとやりたいのに、本番がもう始まっちゃうの。ハロルド見たい？ハロルドになってから終わる。どう？いい？それで何もこちら大丈夫だね。大丈夫ブイ。え、8万いった？すげえ。ちょっとハロルドになってから終わるわ。向かいの生着替え、伊藤くんが僕向かいにズボンを差し上げます。伊藤くんがハロルドのさ、ことを喋らないとさ、せっかくやってるからさ。どうせあれでしょ、今楽屋の外のさ、ハロルドのスタッフさん見てんでしょ、インスタライブ絶対見てんだ。覗いてよ。見てなかった、喋ってた。お、また8万1000人。さあ、ハロルドになるのか、ハロルドなのか、ムロルドなのか、どっちなんだい。チャラララララ、マイクつけ忘れた。あとでしょうか、マイクは。よっしゃ、いつも入っちゃう。伊藤くん、ちょうだい。伊藤くんが僕の蝶々ネクタイを直してます。子供扱いすな、子供扱いすな、すな、すな、すな。あ、やっちゃったね、今それやっちゃったよね、伊藤くんさ。来れない人も多いからさ、だから見せてから。ハロルドです。ハロルド向井です。8万3000すごい。これが誰も映ってないのにどんどん増え、すごない？ハロルド誰も伝えない増えた。これが、今舞台中の徹子さん主演の舞台、ハロルドとモードのハロルドです。はい、ネクタイガンドール。そうなんだよね。これよ、名探偵のものまねしようとしてる。そう、足長いんですよ僕、意外に。
スナップが止まってませんね。これは実はスナップになってるんです。ちょっと止まんない。止まった。はい、ということで、あ、ハロルドスクショもしとく。サービス精神しすぎ。俺はそんなに安くないんだよ。ハロルドでさ、コメントオフにしてスクショタイムなんてしねえよ。安くねえんだよ俺は。何この風船。え、何この風船。見た今。え、今の風船何。え、今の風船何。何何、あれ、あ、よくあるその TikTok とかでこう、あれやって、お、そういうのしてないよね。そんなことしてないよね俺。大丈夫だよね。え、な、え、風船出てた今。え、風船出てなかった今。え、何それ。じゃあもう行こう。もう30分前やから、集中する時間がいるから。あ、じゃあ戸田さんにもらったあの集中力を高めるやつ塗るわ。こういうの首にな、塗って。な、風船初めて見たって。何の風船。動脈ピースしたから風船。え、あ、また風船。え、何この風船。動脈ピースしたら風船出てくるシステム。どういうシステム。え、動脈ピースしたら風船出るシステム。え、ポーズ取ったら出るよ、ほんと？出ない。ん？こういうこと？はぁ！ピースしたら出んねん。へぇ、知らんかった。ごめん、大きな声出しちゃった。なんだ？インスタもさ、成長してんだ。30分前なんで行きます。本番前に声使いすぎじゃね。みんなのためだやん。みんなのためじゃん。でも大丈夫よ、本番には影響ないから安心して。マジで強いから運動。ハートとかもなるんじゃん。うわ、はあ、すごい。俺のライフが抜けていく。あ、 HP が抜けていく。俺のライフは通り4つ、あ、4つしかないのに、あ、8個ぐらいです。はあ、何提案してんの。じゃあ行くわ。標準語強くなったな。そうだよね、もう本当に思う。でもあれだよ、仕事中だけやから。うん、プライベートめっちゃ関西弁。ちょ、マジで行くわ。でも9万人行きそう。早行きなさい。そう、行く、早く行きたい。時間大丈夫。大丈夫じゃないよ。開演30分前になりました。開演30分前です。よろしくお願いいたします。30分前です。お客さんもう来てるわ。ご本人だ。来てる来てる。あれね、あ、あれだよ、みんな来るときあれだよ、ちゃんと。てかこれさ、俺やってたらさ、もしかして来る人はもう見てるから、ちょっと入るの遅くなるパターンもあるから、ちょっとやめようか。じゃあ行くわ。じゃあ今日も一日皆さん頑張ってください。じゃあね。アーカイブは残りません。じゃあさよなら。